おはようございます。今日も朝からちょっとゼルダ朝散歩したいなと思ってちょっとつけてます。とね、ホコラをね全部取ったと思ってたら、もう取ってないとこがまだあるってことが分かったので、ちょっと攻略サイトとかも見ながらホコラをね今日は取っていこうかなと思います。じゃあ早速まず地図でちょっとホコラの場所を確認します。ここ行ってないね。行ってないな。ここ行ってみるか、うん、ここの左下にあるってことやね。うん、これ真ん中のとこやな、うん、13か、120プラス16って書いてあった。うん、だから136全部で。うわ、砂嵐でさ。ああ、はいはいはい。そういう何も何も取れへんようになってる。あ、それで見つけられてないんかな。あ、そうやな、多分な。服着替えるか、とりあえず。服、涼しい服着替えなかった。うん。やばいな、どうしよう。闇雲塗っても迷うよね。それほこら、あれのほこらやから。これ行ってるくない？それ行ったとこじゃない？今そこから出てきたとこに戻ってたんじゃん。ちゃう？あれ今塔にな、あ、行けへんようになってんのか。塔に行ったつもりだったんや。分からん。ここ行ってるよな。うん、こっから出てきたよな、多分。もうちょっともう一箇所近いとこがあるんちゃう？あ、鼻が。なんか宝箱からある。分かんないわ。宝箱があるか。ここで見逃しな。おお。マップが。分からへんのきついな。うん、今ワープもできひんしさ。うん、確かに。結構きついかもしれない。うん。iPad つけてんじゃん。そうなの。携帯使ってるからさ。うん、砂嵐収まらんかな。じゃないとどこにも行けへんねんけど。うん、うっすらキャニオン見えるね、向こうは。キャニオンも行くか。うん、ほら、うまいな。そっか、あれ、砂嵐だからピコンピコンがならないんだよ。そうやね、ならないんだよ。だからこそ見落としてるかもしれへんけど。それも、多分でも一個ありそうだよね。ありそうだよ。リーバルしてればよかった。リーバルし、あ、で、足に向けるか。ここで止まれたから。立ち上がったりか。ここで一回止まれるかなと思って。なるほど。なんか今日もさ、うん、多分夜めっちゃ歯食いしばってるわ。痛い。かわいそう。うん、ドラゴン。あ、ここら感知してる。やった。あ、やっぱここ上登っちゃってるけど、多分ここまっすぐ行って降りるんじゃん。この間、この辺にあるっぽいの。そうやろ。シレンのここらシーカーセンサー。シレン。ほら。うん。こここのまま上がってって、そしたらなんか多分。友人になってると思うから、下。
そこ下がんねえよな。ここが。うん、多分そのあたりの。この辺につけとくか、一応。うん、おー、新しい祠何年ぶりよ。あ、また砂嵐で。うん、でもそのあたりだっていうのは。この中にあるんかな。降りたところ。降りたところに。この辺りを見る。この辺りにあるか。今まで見つけられてなかった祠。ここあまり行き過ぎたくないね。ちょっと今自分がどこにいるか全然わからない、うん、ちょっと壁沿いに壁沿いに。左の方の気がするけど、あ、ごめん、右的な。ウルトラジークもいる、もしかして。とてもいいのがある墓場みたいなもの、うん、これ女神像ってことか。離れすぎた。さっきとは違うとこじゃない。あった。これや。大石のところかな、これ。ほこら見つけたー。うわあ。テンション上がる。気まずーす。やったー。いやでもこれは見つけられへんで。なかなか地図に載ってないよ。もう乗ってるっていうか見れないから、ね、そう見れないから地図を。どんな試練でしょうか。難しいかな、うん、あ、濡れちゃってるじゃん。新しいの作るわ。うおぉ、何これ。雷とか弾飛ばして途切れる放物線。雷の。これを見覚えある気するな。でもやったことないはずやん。あ、でもさ、うちらさ、あれでも全部集めたやん。普通モードでは。そういうことか。そうじゃなかった？じゃあこれ DLC ってこと？じゃあマスターモードやんこれ。これなんだ？これ使うんか。飛んでるやつをさ、それで使うんちゃうか。飛んでるやつ今あるやん。それを、あー、あれを持って。はい、痛い。ちょ、ここにあれがあるでしょ。ここ宝箱や、うん、宝箱が2個もある、うん、1個下とさ、もう1個上と。弓矢で打つやつだね。そう？そんなやつだと思うけど。ちゃうか、関係なかった。矢が来たかな。ないな。で、こっちは。最終的にやっぱ飛び出る動物線だ。これが何かなと思って。これを近づけるのじゃ、あれ。あの物体を。そっか。あの、ボールね。うん、やっぱさ、ここ登るしかないやん。そうだ、届かへんやん。上もなんもなさそうやし。
一瞬の色の時にやるんかな。これをさ、ここのさっきの機械にさ、ここにつけるのかな、向かいと違うのかな。雷のやつやでしょ、うん、これはできたやん。でも宝箱取りたいやん、うん、他につける場所があるんじゃん。あ、上の宝箱じゃなくてさ、機械のやつじゃん、この上の、この上から入れるんか。ほら宝箱じゃないんだわ、上は2個じゃないんだよ。こういうこと、うん、こういうことやね、うん、これ外していかんの。そこつけといて、ここつけて、あの宝箱もらったらまた取ったらいいんじゃん。そっか、おー、別にいらん。なんかでももう開いてるやん、閉まってるんじゃん。開いてんのか、ほら、だからこれで起動したらいいんだ。これでもう OK でしょ、うん、左手でやるか。パーン。これも小ネタで入れてた。うん。クリンクちゃんの歴代のさやつでは左利きが多いんやけど、うん、今回のやつは右でさ武器持ってるねっていうので、うん、右利きの設定変わったんかな思ったら、うんうん、もしかしたら武器だけ右利きに矯正してるのかもっていうね。やった、一個ほこらいけた。お、嵐収まってる、もしかして、うん、あー、ここ増えた。増えてるよ、ほら、ほこらが。ちょ、あと行ってない。そこら辺下にもなかった？ゲルドの街じゃなくて、西ゲルドのところにもさ。で、ここは行ってるじゃん。うん。え？ここにもあるね。ブマリン砂丘のとこにもあるね、うん。もうちょっと下にあったと思う。ここにもあるけど行ってないな。うん、これ行くかじゃあ。大妖精まだ見てないのかな、一人。そんなことある？もう一個骨あったくない？今やったらバイク使えるかな。スノーボード使えるか？使えんかった、うん、でもまたこれ嵐になる前に着きたいな、うん、あのこの方向なんやけどさ、うん、モルドラジーク、あーいるもんな。これ倒したら出てくるのかな。討伐済みじゃないもんな。確かに討伐済みになってないね、うん、モルドラちゃん。うわーやべ、どうやって倒すんだったっけ。なんかね、あの爆弾音に反応するから。爆弾とか引き寄せて。できた。あ、変な。すんざい。うわー、リンクちゃん頑張れ。よっしゃ、あ、なんか宝箱。
別に。関係なかったか。ムルドラジーク。なんかそこ火つけんのかな。あの真ん中に出てきそうじゃない。もうキース。なんかしかも食堂みたいなのあるやん。ある。ここやな。位置的に多分。火つけんのじゃん。炎の矢でやる感じかな、うん、もしくは松明、うん、炎の矢でさ、あの歌んとさ、うん、ズみたいな風にしたら近寄って、そうやな、うん、これつく、うん、歌んとダメなのかな、ちょっと焚き火起こす、あ、炎の剣みたいな持ってないかな、あ、そうだね、氷は持ってたと思うんだけど持ってないな、うん、でもあれだったらつきそうなんだけどな、近づくだけで、あ、濃い炎なんかな、関係ないか、これいっぱい一回売ってみるか、売ってみるか、ついた、やっぱ炎は使わないと思う、炎は使う、ほら隠れてるから、隠れてるから、うん、おいやー、これも見つけてなかったとは。なんかフルーツ取ってからよ。海遊のコラ、あ、これプレゼントかな、プレゼントだね、なんでしょう、あ、ギルドの意味ね、からさ、19とか、うん、交換しに行ってもいいかもね、うん、いやーこれは出ましたよ、で、まだ行ってないとこがここら辺取ってないね、取ってない、右の DLC は取ってるってことだね、こう行くか、うん、オルティン橋のところのやつが一番近いんじゃない、そこ、ここじゃなかった、そうなん、そこら辺が近いかもね、ここ取ったら一旦止めようかな、次の一個取ったら、あー燃えてる燃えてる、熱そうな顔してる、何色でつけたっけ、黄色か、チャレンジ出た、よし、丸子コード行くぞ、よし
こうやったんか。あ、なんかあ、おった。もう力がないごろ。この奥にあるんかな、ほら。あ、そういうことか。坂の下に漏水はゴロンゴロンしてる。なんかあったわ、そういえば。俺なんかさ、漏水は持ってこいっていうクエスト前からあったよ。この坂の下にしかも敵いっぱいいたよ。敵いっぱいいない。あ、そっか、仮面つけたらあかんのか、あいつらの。熱すぎんのか。あ、これね、あったよ、漏水はいっぱい。これを持って行ってあげなあかんってことやんな。うん、敵すぎでしょ。なんかお肉食べたなってきた。牧場漏水は見てお肉食べたなってきた。今は見て、なんて聞いていて美味しそうやね。うわー、ボコ、モリブリン大量にいる。やめてやめて、うん、やめて、うわー、やめて。奇跡的に当たってない。奇跡的に当たってない。集中崩壊で奇跡的に当たってない。リンクちゃんこの岩組みやもんな。見てそうじゃない。ほら、極上漏水話だよ。鍋に置くの。素晴らしいゴロス。最高級の漏水話でゴロス。すぐに料理するでゴロス。料理料理やってるじゃん。料理してる。もうでも焼けてんのじゃん。マグマの横にあったんやな。やったゴロス、デリシャス焼き漏水話の完成だゴロス。これ食べんの？やけどしないの？うん、これはデリシャス焼き漏水話の香り。弟はできたゴロス食べるでゴロス。おお、これはうまそうだゴロン。早速いただきますゴロン。熱そう。うまいでゴロン、うまいでゴロン。このコード、顎に響く歯ごたえ、ジャリジャリの喉越し。圧縮された鉱物の旨味が強みで熱せられ、口の中が大噴火ゴロン。僕は今、デスマウンテンになったゴロン、ゴロン、ゴロロロロン。これはうまいのかな。元気になった。フォー、ゴロンアタック、やべえ。おお、なんか祠っぽいのあったんだ、中に、うん、おお、よかったね。かわいい、ダンスかわいい、かわいい。やった、祠見つけたぜ、イエーイ。ああ、ここら見つけるよりこのお兄ちゃん見つけるのが大変やった。お兄ちゃん見つけるの大変だった。そうそうそう、ずっと迷ってたよ。お兄ちゃん見つけるのが大変だった。何やろこれ。あ、でもあれじゃないね、祝福じゃないね。欲望の坂、
ったなぁ、こんなの。ちっか、宝箱はこう、見あるとかじゃない、上に宝箱あるとかじゃないの。あるかもね。ないんだ。ここにありそうと思ったんやけど。ないな。これさ、お金がどんどん出てくるね。だから欲望の魚かな。そうかも。お金が、あ、宝箱あった。うおあった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 。ルビー、ゴロンシティだからね。嬉しい。実際登るとなったら大変やろな。怖いんだろうな、この坂道。やった。これで、これでか行ったってことやんな。うん、宝箱も2個取ったから多分行けるでしょう。100、120足す16あるから136あるからまだまだあるの、うん、だってさ、ここらチャレンジさ、うん、142の落ちる、じゃあ42のうち33しかできてなかった、うん、だからまだまだある。ということで、ちょっと録画は今回ここまでにしとこうかな。ちょっと長時間になってしまった。ちょっと後で編集で見やすいようにしたいと思います。はい。じゃあ、一旦ここで終わります。ご視聴ありがとうございました。またゼルダ散歩も見てね。じゃあねー。バイバーイ。